お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちら1コス4枚シリーズ魔女編とね、いうことで、この新カードマザーネクロマンサーをね、こう、高回転でね、いっぱい出して買っていきたいなと思います。で、ちょっとね、ちょっといろいろ試したんですけど、こう、魔女ね、この新カード結構弱いと言われてて、まあまあ、実際、まあ、強いとはなかなか言えないカードなんですけど、まあ、可能性はあるカードだと思ってて、こう結構動画で僕使ってるんですけども、でも攻撃力もそんな高くないし、防衛力もそんな高くないので、こう他に攻めカードのゴブリンバレルを入れました。で、まあ、守りも、まあ、いるっていうので、吹き矢とかナイトとかで、まあ、万能にね、戦えるようにして、もう大変なんですよ、本当に。守備も攻撃もすごい微妙なので、どっちかのね、カードを外すってこともできないので、なんかね、なんとも言えないカードなんですけども、まあそんなこと言いつつね、僕はね、可能性を感じてるのでやっていきたいなと思います。で、そう、この初めはマザーネクロと、まあ、ディガーで削るデッキを頑張って頑張って頑張ってやってたんですけど、勝てない事件です。この今までこの1コスシリーズやってきましたけど、あんまりそのすごい勝てないなんてことはなかったんですよね。なんですけど、びっくり。びっくりびっくり、俺も。勝てない勝てない。まあさ、今回相手は高回転ウォールブレイカーですね。まあこういうのにはもうね、こう、吹き矢とかの力を借りるしかないんですよね。これも延命してあげます。いやー、いいリガですね。ワンチャン金起動できそうだな。まあまあまあ。さあ、今回、ウッドをね、持ってたので、僕のゴブリンバレルはあんま通んないかもしれないので、このね、マザーネクロにかかってるんじゃないかなと思ってたところ、相手はなんと今回、ファイヤーボールもね、持ってるという事件でございます。さあ、これマザーネクロでも地味に射程長いんでね。さあ、豚にして、いやー、いい。からの、こっちも攻めてあげると、相手ウッド使いましたね。うわ、待って。この豚プラスヒースピによって、うわ、見て。しかもマザーネクロが、うわ、暴れてる暴れてる暴れてる、暴走してんだけど、ほら見て。でもなんかね、マジで動画内だとマザーネクロ2組いちゃう事件あるんですよ。僕さっきまで使ってて、あんま言いたくないんですけど、本当にあんま思ってもないんですけど、めっちゃ弱かったんですよ。弱すぎてどんだけデッキ作るのに苦戦したかっていう話なんですけど、うわ、いてぇ。で、こういうとこね、地味にこう、相手はね、外してくるなんて思ってないんで、これ外れますよ。真ん中ナイトによって、いやもう、こここの、マザーネクロ以外の部分で勝っていくっていうね。いや、いいね。で、まあ、マザーネクロでもいいんですけど、吹き矢出しとく方が防衛が安定しそうなんでね、吹き矢を出していきます。で、これ延命してあげてね、なんなら。で、この細かい1コスね。いやー、吹き矢が強い。いやー、あれ、ちょっと待って待って。焦る焦るな。一つ多分みんな気づいてる。マザーネクロ使わんのって。いやー、使います。はい。相手がファイヤーボール裂いたんでね。ここはもうね、マザーネクロが輝く時ですよと。マザーネクロ、早く豚にして。よし。よし。いやー、いいね。で、こうなったら、ここにウッドとか、そう、ボムタワーをね、使ってくれるので、こう、まあ、ユニットがね、どんどん生きてくるという部分では、まあ、マザネクも悪くはないですよね。めっちゃいいかって言われると、そんなこともないんですけど、悪くはないっていう。いや、ほら、見て。ここで豚がダメージ入るんですよね。あ、いや、ヒースピプラスのマザネク、ね？いや、そうなんですよ。この、もう、マザネクデッキとしては成り立たないんですけど、なんか、枯渇デッキの、マザーネクロ。まあ、ジャイデッキに、まあ、しょうがなく飾りで入れてあげる。まあ、そういう感じの部分では、いいね、活躍をしてくれるのが、こちらマザーネクロでございます。いや、マジで、マザーネクだけで頑張ったんですよ。マジで頑張ったけど、勝てなかった。本当に勝てなかった。びっくりするぐらい勝てなかった。だから、マザーネク、以外の攻めをね、入れたデッキで頑張っていきます。枯渇とね、なんか個人的に合う気がしますね。ウッドとかを使わせられるからですかね、豚に。で、ボムタワーとか使ってくれると、まあそれまたこう、今回は入ってないですけど、スケバレとかも生きてくるので、この前多分出したんですよね、マザネクの。で、これもね、LSP が強いんですよね。この、いや、強い。いや、待って、めっちゃいい防衛してる。今相手ザップ使ったな、しかも。
しかも、まあ、雪玉なんですよね。雪玉、あ、樽？え、待って、樽座？ちょ、ディガー樽座っていう結構やばいやつ引いたっすね。まあでも、こう、ディガープラスタルババザップ。そしたらもう僕の吹き矢もゴブリンバレルも取れません。なんですけど、唯一この相手に対抗できるモンスターがいるんですよ、僕の手札にね。もうモンスターって呼んじゃってるんですけど。そうなんですよ。マザーネクロなんですよね。まあ、今回こいつが多分大活躍してくれます。してくれないと勝てないですね。なんならもう唯一の希望までありますね、こういう。にゃーん！マザー？いてえっすね。まあ、火力が思ってる以上に低いんですよね。まあまあで、相手がタルババだったので、吹き矢めっちゃ低めに出していきたいっすね。まあ、ディガーが降ってくる気もしないこともないが。よいしょ。で、これ延命してあげましょうか。よいしょ。さあ、で、この、あ、待って、タルババなので、横にずらしてあげると、タルババがね、ずれることがありますね。あー、オッケーオッケー。これですね。これを狙っていきましょう。さあ、まあ、ファイボがないと思うんで、今のとこね、マザーネクロパーティーしたいと思います。まあ、メガナイト安くらね。普通に安くらない。これでもマザーネク、まあ、メガナイトオールブレイクですもんね。いや、マジでマザーネクゲーっすよ、これ。いや、でもこれもう一周っすね。これ一周し捨てた方がいいっすね、多分。うん。一瞬捨てて、で、もう一回守ります。オッケーオッケー。いや、いい。この前もなんか動画内でね、メガナイトオールブレイカーと対戦した気がしますね。この豚によってね、陸受けがね、救われるっていう。やべ。バカ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 。いや、マジで。いや、マジで頑張ってくれ。さあ、タルザですね、タルザ。いや、外せ。いや、外す。いや、豚が入る。そこで豚にしろ。今豚にするんだ、お前。まあ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 。いや、勝てるのか？これ気づいたな。ゴブリン、いやでもゴブリンバレルも通んないっすもんね。まあまあ。いや、来るぞ。いや、来たぞ。これ豚、絶対これメガナイト出すから、後ろに出してあげて。いや、いい。で、回復してあげて。あ、待って。ミスった、ミスった、ミスった、ミスった。いや、ミスった、ミスった、出すユニットミスった。よし。いや、めっちゃいい、めっちゃいい防衛してる、でも。いや、ここで、豚にしろ、豚にしろ、豚にしろ。いや、豚にしたら、いや、意味、これ絶対メガナイトのコストないから。来た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 、いやー、タルババか。いや、で、豚にする。いや、いい。いや、マジでナイス。マジで、マザーナイス、ナイス、ナイス、ナイス。で、次の相手の、あの、あれっすね。あれを止めなきゃいけない、僕は。ウォールブレイカー。そう。いや、でも、いや、いい。いや、マザー、マザー、マザーが豚にして、まあ、タルババで耐えられる。いやでも豚のダメージ結構でかいんですよね、これ。全然届いてないんですけど。いや、豚のダメージないと僕の攻め通んないんでね。一回手、芋ってくるか。よしよしよし。いや、いいですね。もうこうなってきたら、ゴブリンバレルとかで頑張って攻めていきたい部分もある。正直ね。いや、ここでもね、相手もこれ勝てるんじゃね？端前。端前ワンチャン戦ったら勝てそうなので、ちょっと戦いに行きます。よしよし。いや、勝てる勝てる勝てる。来た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 。魔女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 。ほら、見て。魔女が豚にするぞ。この豚によって。いや、マジで。端前勝てる。端前勝てる。相手、タルババザップだから。来た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 。ほら、魔女ゲーしてる。魔女ゲーしてる。いや、泣きそう。涙出てきちゃった。この魔女に負ける。ね、相手も、悲しいですよ。ね、あ、ザコカード出てきたぜって思ってるじゃないですか、皆さん。ね、そんな中、魔女にね、この魔女の作った豚にね、あの、地道に削られていく、もう精神ズタボロですよ、もう。やばい。いや、でも今のでかいっすよね、マジ。そう。スペル持ちに対してはね、小物スペル持ちに対してっていうのかな。なんて言うんだろう。まあ、ファイボとかを持ってない相手に対しては、マザーネクロすごい活躍する印象がありますね。さあ、雪玉咲いたぞ、お相手。どうするよ、これ。豚も行くぞ、一匹。一匹だけだけどな。豚行くぞ。まあ、ここはほどほどぐらいにしてあげて、まあ、タルババですね。タルババ雪玉。さっきからなんかこう、ニスペ多いですね。まあ、こういう相手には、もう、間違いなく、僕のマザーが生きてくるよと。で、今回雪玉のターンなんで、回ってねえかな、雪玉。このヒースピがね、相手からしたら。いやー、めっちゃいい。回復してる。しかも吹き矢も入ってる。で、ここね、マザー出して、マザーが豚にしても、結局ナイトにやられちゃうんで、豚になったメガゴね。はい。
なんでもう、この一旦まずはお休みしてね。一回お休みっていう、この、いるのっていう。まあでも、今回多分ね、確定ぐらいでまずは活躍しますよ。だって相手が、雪玉と、あれっすよ。もう活躍しないわけないっすもんね、まずは。よし。よし。いけいけ、一体。一体の豚に、まあ、ここはね、鬱陶されたら、マンサーもやられちゃうので、一回バレルは飛ばさずに、ここでイチャイチャしてあげてね。イチャイチャしてあげて、ウッドとかを使ってほしいが使っては来ない。これでもアイスピヒースピで。いやー、いい。いい耐えです。しかも、このバルーンが舞台になる。で、このゴブリンバレルをちょっとずらしながら、ずらすと、やっぱ待って、なんだ、なんでこのきつい相性みたいなのに引いてしまったんだ俺は。来るぞ、もうここ来る、延命してあげて、早く舞台になれ、早く舞台になれ。マジで舞台になってくんねえと勝てないんですよね。いや舞台になっても今回ボムタワーいるっていう。ちょっと待って、ちょっと待って、やってない、これ、これやばくないですかこの相性。でもこの相性勝てるのが魔女の可能性なんですよね。ここで勝てなかったらもうただの魔女なんですよ。勝てばもう本当に悪女になれる。ん？なんかもともと悪いか。スペロシーなー。このね、もうここの吹き矢でさえ延命してあげるんですよね。で、魔女が、いや魔女がたまる。いや、マジでありそう。本当にありそう。待って待って待って。これ勝ったらさすがに嬉しすぎるけどな。いや、めっちゃいい。受け。いや、でもあるある、マジである。やばくない？これ絶対魔女のおかげなんですよ。結構ガチでそうじゃないですか。いや、僕が間違ったこと言ってるかな、もしかしたら。いや、本当に、マジで魔女のおかげで勝てる可能性はありそう。タレ雪なんでね。一回これ、イモりますね。さあ、で、来る、まあ、ディガーも来るですね。これ拾ってあげて、拾ってあげて。やばい、体育が。やばいやばい。逆さ行っちゃった。逆さ行っちゃった。魔女。あ。あ。やばい。やばい、魔女。あはー、魔女いや、惜しかったな。惜しかったっすね、皆さん。頑張ってましたよね。いや、まあ、これが魔女のね、限界ですよ、と。まあ、いうところですよ。いや、ちょっとね、悔しいですね、ちょっと。まあ、でも、勝てたんですよ。結構勝てたっすよね。うん。結構勝てたけど、グラチャでちょっとね、ゼロからになっちゃうんですよね。でも、マルチだと、あれなんですよ。本当に、相手のユニレベすごい低いんですよ。すごい格下がりになっちゃうんですよね。そこがマジでもったい、申し訳ないんですけど。一旦、グラチャにします。マジ、今、マルチ行くと、もう僕、タウンホールじゃねえな。タワーレベルか。それ、クラクラっすね。タワーレベル13なのに相手のレベル8とか9とかが出ちゃって、マジあの本当にナイトやりごナイトだけでタワー降りるみたいな、そんな感じのいじめみたいになっちゃうんで、さすがにグラチャで勘弁してくださいと、まあ、いうわけでね。いや、魔女もね、いや、マジで可能性あるんですよ。単純にさっきのね、相性が悪かったですね。あれがだってプリンセスでも多分負けてますもんっていうところも踏まえつつ、あ、今回って柳雨なんでね。もう柳雨とかそういう相手に対してはもう魔女が大活躍すぎますよと。いうところでね。さあ、豚1匹、豚2匹目。さあ、豚が、あ、豚2匹いかれちゃった。豚、で、この豚に対してゴブリンバレルを合わせていくんですよね。このタゲ取ってるんでね。相手がウッドとか持ってなかった時に大ダメージ与えていける。やっぱ枯渇とね、相性が合う気がしますね。この豚、個人的に。さあ、で、こう、また魔女にするというか、豚にしてあげる。で、もう一匹豚にしてあげる。で、キョスケだったな。いや、これあれっすよ。ダクネ豚になるっすよ、めっちゃ。いや、マジで。はい、来た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 。餌。マジで、ダクネだけは餌。ダクネだけは餌。いや、これでもエレスピの感電で、コウモリ全部処理みたいな。まあ、そんな美味しい話はね、ならない。でもこれ、豚5体。マックス5体。いや、まあまあいいんですよね、やっぱ。この、なんか、程よい。弱いんだろうけど、なんか程よく使える、この感じね。ちょっとたまらんすよね。
謎の、おほら見て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 、この豚がだって相手からしたら地味にきついんで、もうこれはもうさすがに勝ちましたね。まあ、なので、まあ、相性悪い敵にはもともと勝てないんですけど、意外と、なんか本当に毎回、革命的なことは起きてるんですよね。魔女のおかげで勝ててる説はある。でもしかもいつもメガナイトウォールブレイカー、それが。昨日か一昨日ぐらいの動画にもメガナイトウォールブレイカーに魔女で勝ってるんで、やっぱこう中型スペルがないデッキとかですね、魔女で一生イモれるデッキだと、まあ勝てるかなという風なところですね。もう今なんでタワー落ちたのかわかんないですもんね。本当に。これまあ一生豚作ってもらって、あとは今回の対戦相手タンホールじゃねえわ、タワーレベル8だったんですね。なんか申し訳なくなってきますね。まあ今ここで、ヤナム使うと、このゴブリンバレルが刺さるよと。まあ、いう風なところでは、まあ、魔女をね、ここで、しかもコウモリにすることによって、相手にね、時間稼ぎができると。まあ、いう、本当に、悪くはないけど、いいとは言えない、非常に面白いカードですと。まあ、いうところで、ぜひね、この、魔女枯渇、使ってみてくださいね。まあ、高回転でやる必要もないかなっていうぐらいの、強さでしたね。はい、また強化されたらちょっとやりたいかなと思います。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。